皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。レッドウィングジャパンマーケティングマネージャーの阿部です。レッドウィングジャパン代表の小林由紀です。ムーンロイドの海です。ムーンロイド新名です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回も前回の動画に引き続きですね、ムーンロイドさんにお邪魔して、お届け、いたします。で今日は、前回ムーンロイドさんとコーディネートだったりとか、なんかそのムーンロイドさんからのレッドウィングの動画をお届けさせていただいたんですけども、いやすごい素敵な回でしたね。ありがとうございます。今回はですね、レッドウィングジャパンの YouTube チャンネルといえばの企画を、ムーンロイドの、会社長と、新明さんと一緒に、はい、お届けできればなと思っております。ということはですね、はい、今年一発目のマイオンリーレッドウィングスです、はい、で今回は初めて今までマイオンリーレッドウィングスの選考って、うん、レッドウィングジャパンのメンバーで、はい、選考をさせていただいてたんですけども、はい、今回初めて、そうです、一緒に取引先さんと、はい、一緒に選ばせていただくっていう、まあ、僕らにとっても本当初めての取り組みになりますので、はい、ちょっと僕もまだ緊張してるんですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まあ、せっかくまたムーンロイドさんで撮影させてもらってますので、うん、まあ前回の動画で僕初めて来た時のなんか印象をお話ししたんですけど、ゆきさんどうですか、本当に YouTube、はい、ムーンロイドさんで撮影できてますけど。私は、去年2回、来させていただいてて、まあ、初めて、はい、来た時本当にこの当麻町の大自然と、はい、まあ、このお店も本当素敵でしたし、あ、まあ、こんなところでレッドウィング販売していただけて嬉しいって思ったのと、あとは、うん、会社長が、まあ、女性で、はいはい、ね、お若くて、でなんかすごい等身大なのにすごい大活躍されてるっていうところもなんかすごいなんか嬉しいって思ったのすごい覚えてます、初めて来た時。ありがとうございます、はい、で前回来た時は阿部と一緒で、で新名さんにも会わせていただいて、この4人だったんですよね。そうですね、そう、打ち合わせさせていただいたのが、うんうん、はい、でもその時になんか一緒になんかやりたいですねっていう話がこんなに早く実現できて嬉しいです。ムーンロイドさんとお打ち合わせをした後に、はい、まあ、僕とゆきさんで、まあ、そのままレンタカーで移動する時に、うんうん、はい、まあ本当にそれが本当に今回、はい、念願かなって、はい、ご一緒させていただいてますので、ありがとうございます。ありがとうございます。光栄なことです。じゃあ早速、はい、はい、マイオンリーレッドウィングス1人目の、うん、はい、はい、じゃあ最初私から、はい、お願いします、はい、行かせていただきます。はい、はいはい、ですね、最初の1人目の方なんですけれども、ヤママブーツさんっていう方です。で、これはですね、9411が2足写ってるお写真なんですけれども、キャプションが、無事に帰宅して速攻でブラッシング終了、観光歩くからいいエイジング活動になる、ハッシュタグ9411妻とお揃いっていう写真になります。でこれツヤツヤの9411で、まあ、大きさが、旦那様のベックマンと奥様のベックマンなんですけれども、多分一緒にお出かけお揃いのベックマンでして行ってきて帰ってきて、多分旦那様が奥様の分も一緒にブラッシングしたのかなっていう写真なんですけど、すごいもうツヤツヤで、もうこの画像を見るだけ、その微笑ましい光景が浮かびますよね、はい、素敵ですね、はい、めちゃくちゃ素敵、そうなんですよ、ご夫婦で履いてくださってるっていうところもすごい嬉しいのと、あとはですね、なんかもう本当にこの旦那様レッドウィングたくさん履いてくださってる方で、うん、そうですね、はい、奥様がクララ履いてくださってたりとか、まあ、それもすごく嬉しいんですけれども、ベックマン系の8番ラストも結構たくさん、はい、アイアンレンジャーもそうなんですけど、うん、お持ちで、このフラットボックスとかもすごいかっこいいですね、めちゃくちゃかっこよく、はい、たくさん、はい、上げてくださってて、でフラットボックス、ちょうど多分
去年の一時入荷の時に、そうですね、あの手に入れられた方なのかもしれないんですけれども、はい、本当に改めてこういった形でマイオニーレッティングスを見ると、うんうん、この9060の根強い人気を改めて感じると同時に、はい、今このなかなか供給できてないこの状況に本当に、そうなんですよね、はい、申し訳ない気持ちがいっぱいっていうところですよね、うん、はい、あでも山間さんは2年以上経ってるんで去年ではないんですね、仙台の直営店でって書いてあって、はいはい、で去年、まあ、一部あのお客様ご購入できた方もあのいらっしゃったと思うんですけれども、うん、まだまだあの製造があの間に合ってないような状況 で、はい、で今現状もまた一回ちょっと9060の製造アメリカで止まってしまっている状況なんですけれども、あの今年の、まあ、中旬から後半にかけてまた製造を再開できるんじゃないかなっていう、はい、あの見立てがアメリカからも来てますので、はい、あのお客様、あの今お持ちの別のブーツだったりとか、あとはちょっと待っていただくような形で、はい、はい、あのもう少しお待ちください、はい、よろしくお願いします、はい、ではあの山間さん、はい、あのおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあ次あの甲斐さん、はい、よろしいですか。はい、本当にあの 私がこんな選んじゃっていいのかっていう、本当に本当に恐れ多いです。選ぶの大変ですか。すごいたくさんなんですけど、はいはい、ちょっとあの発表させていただきます。楽しみ。はい、じゃあ私が選ばせていただいたのが、シュービル09023になります。はい、で選ばせていただいた投稿がですね、1月1日に履かれている投稿になるんですけれども、ポストマンを履かれている投稿なんですが、これ投稿の文面も読ませていただきます。はい、はい、お願いします。はい、明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いいたします。今年も元旦はお仕事です。1月1日ということでレッドウィング101ポストマンで、なるほど、ソックスはなんとなくトラっぽいレッドウィングソックスでトラ感を密かに出してます。笑いという。1月1日ポストマン101、嬉しいですね。そうなんです。ちょっと流行りそうそうなんです、ね、もう年に1回しかないですよね。そうですね、はい、そうですね。ポストマンの日、はい、ポストマンの日ですね。まさにポストマンの日ということで、あとはですね、あの個人的にすごく素敵だなと思ったのが、うん、ソックスとの合わせがすごく素敵だなと思っていて、ポストマンって結構レッドウィングの中でもフラットなモデルだと思うんですけど、はい、うんうん、そこにこういうオレンジの明るい色味でこう差し色を足すことによってすっごく素敵なコーディネートに仕上がっているんじゃないかなと思いまして、いやすごい素敵です。やばさせていただきました。ありがとうございます。はい、いやもうあの文章が素敵すぎて、はい、はい、視点も嬉しいです ね、 ですね、日付とワンオンワンをかけるっていう、はい、めちゃくちゃおしゃれですよね。すごいおしゃれなことをされてる方だなと思いまして、はいはい、ライフスタイルにこうレッドウィングが、うん、あの本当にこうなんでしょうね、入ってる感じがすごく伝わってきて、すごく僕ら見てる僕らとしても嬉しい投稿でした、うん、はい、シュービルさんおめでとうございます。おめでとうございます。はい、続いて3人目の発表の前に、はい、ちょっとあのスペシャルなお知らせ、うん、あのお伝えするのをあの僕がすっかりと忘れておりまして、はい、まずあのマイオニーレッドウィングスといえば、あの当選者の方に、レッドウィングジャパンからあの当選者にこうプレゼントの贈呈をさせていただいてたんですけども、はい、今回はムーンロイドさんと一緒に、はいはい、あの選考させてあのいただいてるということで、なんと、レッドウィングジャパンからとムーンロイドさんからあのプレゼントがあの届くというようなスペシャルな回になってます。あのかなり豪華すぎて。そうなんですよね、本当に恐縮です。本当にありがとうございます。ご協力いただきありがとうございます。大事なプレゼントありがとうございます。もう本当に皆さん楽しみにしてください、はい、ちょっとこれをあの冒頭で、うん、あの伝えなきゃいけなかったんですけども、やはりちょっと僕も緊張しておりまして、あの抜けておりました。はい、すいません。壮大な自然の中だからちょっと、ちょっとすいません。はい。じゃあちょっとあの3人目の発表に、はい、あの行きたいと思います。はい。
3人目の方はもう今回僕が先行の、お一人選ばせていただけるのを、いただいてからもう僕はもう即決で選ばせて、矢部さんめっちゃ早かった、はい、早かった、はい、選ばせていただいた方なんですけども、はい、発表します。アモーレさんですね。でアモーレマンジャーレカンターレさん、はい、でカズさんって、うんうんうん、プロフィール開いていただければ、うんうんうん、出てくる方なんですけども、うん、ちょっと文章読み上げたいと思います。お願いします。60歳にしてレッドウィングデビュー、10月29日に還暦を迎え、節目の年に赤糸の色合いで長年愛用できるものを何か買いたいと思っていたところ、一緒に歩んでいけるの言葉に惹かれ、赤茶色の8875オロラセットを購入。素敵。もうこれだけで、はい、で僕実は自分 の, 父、まあ、父親がですね、はいはい、同じぐらい の, 年齢なんですよ、はい、なのでその自分の父にちょっとこう重ねた時に、はい、自分の父がレッドウィングをそういう風に買ってくれたらよりこうなんか嬉しいなとか、なんかいろんなこともこう思う部分があって、さらにこちらの方が投稿がそこからすごくレッドウィングが増えていくんですね、うん、でその後すぐまた新しいもう一足買われて、レッドウィングにすごくこう履いてハマっていっている過程もまたこのインスタグラムを通じて、うん、拝見することができて、うんうん、しかもコーディネートもすごくこうおしゃれなんですよ。おしゃれ。でその投稿の中にそのコーディネート の,、うん、ことも触れている投稿もあるんですけど、うんうんうん、なんかそういうカテゴリーにとらわれないというか、はい、そういうような投稿されているのが、うん、まさになんかレッドウィングのボーダーというか、はい、どんな格好にでもレッドウィングがいけるっていうのを、うんはいはい、こちらの方が表現してくれてるっていうのをすごく嬉しくて、まあ、今回このマイオンリーレッドウィングスに、うん、選ばせていただきました。これ木と3色なんですね、はい、追加が、はい、すごくないですか。すごい色合いも絶妙なね、はいはい、すごい素敵です。なんかそもそもこの ID っていうかこれなんていうんですか、名前、はいはいはい、アカウント名、はい、アモーレマンジャーレカンターレって食べて、うん、違う、愛して食べて歌って、歌ってカンターレ、はいはい、それすごく好きそう。すごい好きです。全部好きですっていうのもすごい素敵ですし、はい、なんかこうレッドウィングを、うん、と一緒にこう人生楽しもうっていうのが伝わってくる。そうですね、はい、でなんか投稿の中でちょっとその体調崩された方があったと、ちょっとその投稿でお見かけしたんですけども、うん、なんかそこから、うん、レッドウィングを履いて歩くのがすごく楽しくなったっていうような、うんうん、なんかもうこんなに心打たれる、はいはい、投稿っていうのもすごく嬉しくて、いやもう嬉しい、嬉しい、はい、じゃあ60歳になったら買ってくれますか、赤ちゃんの私が僕にも還暦祝い、はい、じゃあもし甲斐さんが買ってくれなかったら私たちの方で、はい、お願いします、はい、健康寿命を繋がって、はい、いやでも嬉しいです、はい、素晴らしい、もう感動しましたね、うんはい、60歳還暦祝い、おめでとうございます、はい、おめでとうございます。はい、じゃあ次はしめさん、よろしくお願いします。はい、じゃあ僭越ながら選ばさせていただきます。僕がまず最初に写真を見ていいなと思ったのは、正直言うと、ゆきしのんさんゆきさん、それは今回対象からはちょっと外れてしまうということだったんですけど、嬉しいでもマイレッドウィングスをちょっとプレゼントもすごいので、そうですね、僕はちょっと嫉妬してしまいまして、それはなしですはい、この先行の話をいただいて、そのタグでいろいろ見ていく中で、いろんな方の写真を見せていただいて、やっぱゆきさんの写真っていうのがすごく靴レッドウィングの先に、その先にあるライフスタイルっていうのが見える、娘さんとの写真だったり日常風景だったり、そのレッドウィングを手にして先 の, その生活が豊かになったその先というのが非常に写真からも伝わるような感じだったので、すごくそれが素敵だなと
思ったんですけれども、今回はちょっと外れてしまうということで、いや、あの、さすがに外しがすいません、すいません、あの、でもすごくたくさんつけちゃってる、はい、ついつい押してしまうのがユキさんでした、はい、いい写真で、はい、ありがとうございま す, います皆さんもよかったら参考に、はい、ユキシノンさん、ユキさんですので、多分今ここにユキさんのアカウントが、はい、出てると思う、はい、ご覧ください、ありがとうございます、で僕が選ばせていただいたのが、タックズ53123ですかね。で、選考の理由なんですけれども、2021年12月26日にインスタグラム初投稿されてるんですけれども、初投稿が、マイオンリーレッドイーグスのタグをつけて、投稿されてるということで、YouTube なのか店頭でなのか、うん、お友達なのか、そのこういう企画があるよということで、まあ、アカウントを作られたのかインスタグラムを始められたのかわからないですけれども、はい、何らかのきっかけでこの、うんうんうん、始めてくれたっていうところですね。で、それで他のもちろん投稿してくれる方は皆さん写真とかクオリティがすごく高くていい写真ばかりだったんですけれども、すごい生活感のあるというかリアリティのある日常を、うんうんうん、あの運転席からの、そうですね、車、はい、相棒と相棒に乗り、はい、車と靴を相棒というあたりが、はい、で、まあ始めたばかりで多分今しか撮れないこの写真というか、はいはい、うん、雰囲気で、多分もっと多分やり込むと多分、うん、撮り方だったり、はい、物のこだわりとかクオリティこだわると思うんですけども、ふとした瞬間日常にレッドウィングがある、うん、その瞬間をまさに捉えたという、多分今しか撮れないようなリアリズムが感じられたので、はい、うんうん、で、まあ、こういうレッドウィングを買ったことでまた思い出して吐き直して、うん、こういう投稿をしていろいろな方につながったりとか、ライフスタイルもちょっと楽しみが増えたりとか、うんうん、なんかそういう楽しみが感じられたので選考させていただきました。実際このマイオンリーレッドウィングスがきっかけで、うん、インスタグラム見るのはよくしてたけど、うんうん、投稿をするようになったのは実はこれがきっかけでしたって方もすごく、うん、たくさんの方がいらっしゃってて、うんうんうん、なんかそういう風に言われるとなんか僕らもすごく嬉しくて、はい、私見つけちゃいました、きっかけの投稿があって、はい、今年の1月11日の投稿で、はい、なんか書いてあります、何気なく YouTube で見たマイオンリーレッドウィングスの企画、はい、簡単にインスタで残せたり他の方の素敵なレッドウィングのブーツを見せてもらえる場があるなんて、うん、とてもいいですね、うん、そしてそんな場を提供してくれているレッドウィングの方々にも感謝です、ありがとうございます。8875観察通日記、私たちも引き続き見させていただきますの で, そうです、ね、気になりますね、ぜひ続けてください、はいはい、本当にありがとうございますとおめでとうございますですね、はい、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございます、すいません、続いて5人目ですね、はい、私が行かせていただきます、はい、5人目の、当選者の方です、ダイキング832663になります、はい、でこちら1月16日の投稿なんですけれども、キャプションを読ませていただきます、マイオンリーレッドウィングスは人と人を結びつけてくれますね、このキャンペーンがなければ皆様とはつながることができなかったと思います、こんな時代だけどこんな時代だからこそ共有できたのかなって思うようにしています、購入して結んだ一足のレッドウィングの紐から次の一足への紐と結ばれ、人と人との縁も結ぶ、こんな素晴らしいことないな、マイオンリーレッドウィングス万歳。でこれは、2つの木刀が並んでて、そのそれぞれ の, 片足ずつのシューレースが、はい、うん、リボンになっている画像なんですけれども、つながりを表現してくださってるんですけど、はい、
縁と紐を結ぶを、はい、それにもズキュンと来たんですけど、はい、これ多分この方が言ってらっしゃるのはそのマイオンリネットイングスを上げてるユーザーの方々同士でこうフォローし合ったり、はいはい、コメントし合ったりする機会がなんか増えてるっていうことなのかなっていうふうに思って、なんかそこまでのことまでこう予測して私たちこれ始めてないじゃないですか、はい、もう心がいっぱいですね、はい、でもそれがすごいなんかね楽しんでいただいてるのが嬉しい。これを通してそうつながりが生まれて、はいはい、素敵ですね。であと私自身もそのレッドウィングっていうなんかそのブランドを通して本当にすごい素敵な方々と出会えてるんですよ。そのもちろんその、ね、アメリカのメンバーもそうですし、うん、私たちジャパン の、 社員もそうですし、うん、こうしてカイさんとか新明さんとか取引先さんの方々とかなんかこのレッドウィングに携わらなかったらなんかこんな出会いってなくて、うん、でなんかこうそれもやっぱりすごいなんか濃度が濃いんですよね、うん、なんかこんなになんか共感できるって思えるような人たちがなんか周りにたくさんいるのってレッドウィングのなんか力。それこそこの4人見ても年齢も性別もバラバラで、はいはいはい、本当にボーダレス、エイジレス、はい、タイムレスで、はい、いろんなつながりが生まれる。そうでそれがなんかこうユーザーの皆さんの中でも起きてるのがグローバルになってるじゃないですか、はいですね、結構なんか英語を使ってる方もいるし、はい、あとは翻訳機能を使ってとかもいらっしゃいますし、はい、なんかそれが本当ボーダレスっておっしゃってくださったんですけど、はいすね、まさしくボーダレス言い直してくれた、はい、いやでも本当になんでしょうねこのコミュニティ、はい、このマイオンリーレッドウィングスがきっかけで生まれたこのコミュニティがこういうふうにこうなんか喜んでくださるとかの方々がいるっていうのは、はいうん本当に嬉しいですね。でそれがなんかこのリボンでこうやって表現されたりとか、はい、画像でなんか表現されてる、うんはい、本当そうだねって思いました、うん、ありがとうございます、はい、本当に素敵な写真だと思いました。本当にありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後の当選者、はい、甲斐さんよろしいでしょうか。最後の当選者さん、はい、本当に恐縮なんですが、また私が選ばせていただきました。ですね、アカウント名が ss_shu1103 になります。で、選ばせていただいた投稿が、うん、2021年の11月7日の投稿なんですが、読ませていただきます。うん、今日から俺は赤羽夫婦。ワイフはクララ3406、私はアイアレンジャー8111、夫婦揃ってアンバーハーネスでエイジングが楽しみですということで、ご夫婦でですねレッドウィング履かれて写真を撮ってらっしゃるんですが、うんうんうん、これめっちゃいいね。そうそうなのこの方お孫さんもいらっしゃって、うん、ってことは想像してみて、自分のおじいちゃんおばあちゃんが夫婦揃って、うんレッドウィング履いてる、めちゃくちゃかっこいいでしょ。かっこいいでしょ。しかも、まあ、個人的にはちょっと同じ女性ということで、この奥様が履いてらっしゃるクララと、このシューレースの結び方と、ソックスの丈と、スカートの丈のバランスが本当に素晴らしいわけです。素敵。もうめちゃくちゃ参考になります。ちょっと私も真似させていただければなと思うぐらい素敵な投稿でございました。今日はそれを意識されてこのコーディネートなんです。はい、真似しました。いやでもすごい今日素敵ですよね。靴下がグリーンで877のこの色合いめちゃくちゃ素敵です。ここから来てたんですね。はい、ちょっと意識されてちょっといただいたアイディアを使いまして、結構レッドウィングの靴って、靴下とのコーディネートもすごく楽しいなと、うん、個人的に思っていて、ねはい、いろんな表情を食図次第でつけることもできると思いますので、うん、参考にさせていただければと思います。いやでもなんかレッドウィングでこうお揃いで、はい、その夫婦とかカップルで履いてくださってる方、はい、今すごい増えてると思うんですけど、うん、なんか同じ型じゃなくても、うん、こうやってね、女性は女性らしい形のスタイルと、ね、アイアンレンジャー旦那さんも履いていらっしゃってて、うん、でも革が一緒とか、うん、でなんかお揃いとかできるのもいいですよね。あとこの方も、はい、ご主人様から、はい、レッドウィングを、うんうんうん、その奥様に、はい、こう趣味として移行されたと思うんですけども、はい、結構夫婦で共通の趣味を持つのって、うん、なかなかあるようで
結構難しかったりすると思うんですけど、はいはい、この方の投稿を拝見していると、うん、レッドウィング自体が趣味になっていて、うん、それが奥様にもこう伝わって、はい、お互いの趣味として、うんうんうん、こう春日井のような役割を果たすことも、うんうん、もしかしたらあるんじゃないかと思いまして、うん、あとちょっと今思い出したんですけど、なんかユーザーの方でレッドウィングすごい好きでたくさんこう、うん、買っちゃうのを奥さんに、まあこうね、怒られないようにその奥さんもレッドウィング好きにして良さを分かってもらうあの活動してるっていう方とかあのインスタでいて頭にまあそうですね、一緒にエイジング楽しもうみたいな感じにしちゃうってことですよね。そんなに簡単にいかないと思います。いやでも素敵ですね、うんうんうん、すごい素敵です。これがそのお孫さんすごい溺愛してて、うん、このレッドウィングがお孫さんの代に、うんね、ぜひ行ってほしいですね。そういうね、うん、なんかその投稿見てるとお孫さんとレッドウィングが同じそのアカウントで投稿されてて、うん、そういう風に世代、時代も超えて受け継がれてたら、はい、本当素敵だなって、うん、勝手にそういうストーリーを想像して、はい、ぜひ、はい、ありがとうございます。カイさん、最後の、あの当選者の方もすごく素敵な方ですね。おめでとうございます、はい、おめでとうございます。いかがだったでしょうか。今回もあの6名の方を選ぶのがすごく大変で、今回実はこれまでに中で一番ギリギリに決まったっていう、ついさっきまで悩んでて、一人選ぶのがこんなに大変だっていうのが分かりました。はい、3名の中からもうどうする、ゆきさんもお昼食べながらずっとそれを考えてですね、本当にあのそんな、はい、選考だったんですけども、本当にこれだけたくさんの方本当に投稿していただいて、引き続き本当にあのありがとうございますということで、今後ともあのぜひともマイオンリーレッドウィングスの投稿をお願いします。はい、いやでもなんかすごい新鮮でした、あのこのなんかこう連続的なこうテーマになってるマイオリーレッドウィングス、うんうんうん、今回で6回目なんですけど、なんか取引先さんのお店でこうやって取れて、はい、すっごいなんか新鮮だったし、なんかこうねジャパンのメンバーだけじゃなくて、はい、あの今回ね甲斐さんと新名さんと一緒に選べてすっごい楽しかったです。嬉しいね。お二人はどうでしたか、やってみて。あ、いつも YouTube はね見てくださってるってお話は伺ってるんですけど、はい、あと実際にその自分が選ぶという立場に本当に恐れ多いんですが、させていただいた時にこうタグをつけてらっしゃる方が、ざーっとじっくりちょっと見せていただいたんですけれども、うん、やっぱりですね、一人一人の方がレッドウィングに対するもう愛情の深さというかもう、はい、なんだろう、もうレッドウィングの方かなって本当にこう投稿を見て、あ、でもこの方もしかしたらレッドウィングジャパンの関係者の方かもしれないから選んじゃいけないのかなって。本当にそれね、そう、分かんない、外部の人からすると、うん、みんなレッドウィング愛が好きすぎるし、たくさん持ってるしとかで、あれもしかしてこれスタッフとか関係者の方で選んじゃダメなんじゃないかなってね。本当にすごい本当にそう思いました。でなんかそのさっきの投稿の感想と被るんですけれども、なんかただのねファッションアイテムとか、うん、ファッションツールとかではなくて、うん、もう本当に生活の一部とか、うん、趣味とかそのもう日常に溶け込んでいる、うん、また別なジャンルなんだなっていうのをすっごく感じました、うん、どう？もうそれを女性でも分かってくれた。新名さんどうですか。やっぱりそのさっき海外綾乃がいたのと被るんですけども、はい、本当に関係者の方か分かんないぐらい皆さんクオリティ高い写真と愛情っていうのを感じられたのと、うん、やっぱりあのレッドウィングっていうそのもの、まあ、買うという物欲というその満たされるのがその先にあるその生活の続き、満たされるのは物欲だけじゃなくてその豊かな暮らしにつながっていたり、うんうん、プロダクトを通してその生活に影響を与えるっていう部分で、うん、やっぱ改めてすごいブランドなんだなっていうのを、ありがとうございます、知る機会ができてね、ね販売してる、ね、俺らとしてもね、やっぱこういう商品を販売させ、ね、携われてね、うん、嬉しいなって思いました、素直に。いやでもすごくお二人レッドウィング、はい、
絵のなんかこう思いとかがすごい私たちとこう初めて会った時からすごく似ていて、はい、でも初めて会った時すごいもう話盛り上がっちゃったじゃないですか、はい、そうですね、もう10代の頃から大ファンでしたね、うん、僕ら多分長い時間もでもこの場所がなんかこう、まあ、北海道の当麻町っていう本当大自然の中にあるお店なんですけど、うん、なんか私はあのアメリカにあの20代の時5年ぐらい住んでたりとか、うん、あとはレッドインミネソタのレッドイングによくあの行ってたりして、なんかこう北海道とすごい景色とかなんかカルチャーとか、うん、なんかこうパイオニア精神というか、うん、そのアメリカと同じで北海道もそういう開拓されてできた、うん、あのこう場所で、うん、なんかすごく似てるんですよ、うん、でまあそういうこういう地でなんかアメリカともすごく似てて、でなんかそういうのもこうあるのかなってこう思うんですよね、うん、こうなんかファッションだけじゃないっていう、うん、こう生活の中で取り入れてくださって、うん、寄ろうとしてるっていうなんか、うん、はい、本当にでもそうだよね、ファッションアイテムっていうよりは本当にギアとしてやっぱ北海道っていう土地柄ね、ブーツっていうものは本当にギアとしてただのファッションアイテムっていうだけじゃなくて必要なものだしね、いやもう本当にあの素敵なお店なので、まあ今アメリカには行けないから皆さんの当麻町のこのムーランドさんに、いや本当に本当に素敵なお店なんで、はい、確かに本当にあの僕もアメリカ感じられる、はい、感動あのしました。いい意味で、はい、こんなところにお店あるのか、いい意味でいろんな期待を裏切ると思います。初めて来た時、はい、僕ゆきさんに、はい、さん本当見ちゃったって聞いてるんで大丈夫なのかな、はい、みたいな、はい、それ大体のお取引先様に言われます、はい、それも含めてエンターテインメント、はい、買い物っていうお楽しみということで、はい、うん、はい、じゃあぜひあの近くに来られた方、うん、ムーンロイドさんにあの足を運んでいただければなと、ぜひぜひ、はい、思います。はい、じゃあ今回本当ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。楽しかったです。